皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。首位争いをしていたものの、9月に入って大失速している広島東洋カープ。土曜日まで6連敗を記録しており、順位も気づけば3位に、非常に苦しい状態となっています。そんな広島ですが、15日に4位の DeNA と対戦。連敗している中、マウンドを託したのは、ルーキーの常廣隼人投手でした。そして見事快勝し、連敗を止めることに成功したのです。気持ちのいい試合となったであろうこの日ですが、この試合中に事件が。なんと温厚で有名な新井監督が激怒し、 DeNA 側と乱闘が起こる事態となったのです。一体何があったのでしょうか。今回は新井監督激怒の理由についてご紹介していきたいと思います。広島がようやく連敗を止めることに成功しました。現在3位でこれ以上は負けられない状態だった広島は、本拠地マツダスタジアムで横浜 DeNA ベイスターズと対戦しました。4位の DeNA とは1ゲーム差で負ければ同率になる状況。絶対に負けられない試合となっていました。そんな大切な試合の先発マウンドを任されたのは、ドラフト1位ルーキー常廣隼人投手でした。常廣投手は青山学院大学出身の投手で、大学時代は2年春からリーグ戦に登板し、3年秋には自己最速となる153キロを計測。4年春のリーグ戦ではチームとして33期ぶりとなる優勝を成し遂げるなど実績を上げ、同年6月に開催された第72回全日本大学野球選手権大会では明治大学との決勝で10奪三振を記録して完封勝利し優勝。最高殊勲選手賞と最優秀投手賞を受賞し、日米大学野球選手権大会の日本代表にも選出されるほど即戦力として期待されている投手でした。しかし1年目の今季はコンディション不良のため春季キャンプ終了後から3軍で調整。5月6日のウエスタンリーグ対阪神タイガース戦で実戦初登板となる予定でしたが、雨天中止となり、5月7日に実戦初登板。実戦初登板は井上康太選手に3点本塁打を打たれるなど3回3失点の投球でしたが、5奪三振を記録するなど片鱗を見せ、その後ずっと調整し満を持しての登板となりました。その常廣投手は初回西に三塁のピンチで宮崎選手を見逃し三振に仕留めると、その裏に打線が相手先発の吉野投手から一挙4得点。常廣投手は5回まで得点圏に毎回走者を背負うも、失点は内野ゴロによる1点のみ。最速153キロの直球と落差のあるフォークのコンビネーションで強力 DeNA 打線をねじ伏せます。5回終わりには新井貴浩監督とベンチでグータッチを交わし、そのまま降板。リーグ優勝を争うシーズン最終盤でルーキーの1軍デビューを決断した指揮官は、面白いじゃん、一丁行ってやろうという形で決めました。どんな結果でもすごい経験になると語っていましたが、結果的にチームを救う活躍、見事インパクトを残すデビューとなりました。その広島は初回から大量援護すると、4回に2得点、6回に3得点入れ、最終的に10対2と大勝。投打が噛み合わず非常に苦しい状況が続いていましたが、今回は見事噛み合い底力を見せつけました。結果だけで見ると広島にとって気持ちの良い試合となったこの試合ですが、そうはいかない事件が発生してしまったのです。それが新井監督が激怒し DeNA 側と乱闘騒ぎが起きたことです。事件は7回に起きました。 DeNA の伊勢投手が登板したのですが、その初球に広島秋山選手の足元へ四球を与えることに、これに秋山選手がムッとし DeNA ベンチを見ますが、そのまま塁に歩き始めます。しかし DeNA 側から何か言葉が飛んだのか、秋山選手が再び DeNA ベンチを睨むことに。ただその声に誰よりも反応したのが新井監督でした。ベンチからの声に対し新井監督が激高。普段は温厚な人柄で有名な彼ですが、顔を真っ赤にさせてベンチを飛び出し、バックネット付近で最終的に DeNA のウィック投手と言い合いになっていました。一触即発で終わったこの小競り合いですが、お互いにとって嫌な空気で終わることに。新井監督が死球に対して怒りを表したこと自体は過去にもありましたが、この時はベンチの中で見せた程度で、こうしてグラウンドに出てくるのは初めて。一体なぜこのような一触即発状態になったのでしょうか。実はこの日
5回に DeNA の山本選手が常廣投手から四球を受けて途中交代しており、イコンが残る形となっていました。さらに8月1日の同カードでは、広島が1点リードの6回無失塁、大瀬良投手が宮崎選手に投じた初球のシュートが左肘を直撃、宮崎選手が大瀬良投手に詰め寄り、三浦監督が直接なだめに行ったのです。そして今回の四球なのですが、秋山選手は足元に受けており、報復と捉えられてもおかしくないコースでした。しかも変わって初球だったので余計に報復に感じたでしょう。これに対し秋山選手がムッとしており、その姿に DeNA 側が反応、ヤジを飛ばしたことで新井監督が激怒したようです。確かに DeNA 側は四球を受けていますし、しかも主力捕手の山本選手だったのでかなり痛手と言えます。以前も宮崎選手が当てられているので DeNA 側が怒るのも当然と言えます。ただ広島側は少なくともわざと当てていません。いわば事故ですし、今回の山本選手の四球に関して言えば、打ちに行って当たっているので完全に広島が悪いとも言えないのです。その状態で報復に見える四球を与えられたら、広島側からすると納得できない部分は出てくると思います。そもそもわざと当てるのと事故で当ててしまうのでは重さは全然違いますし、こういった事態が起きるのも仕方ないと言えるでしょう。ただここで一番個人的に問題だなと思ったのがウィック投手の態度です。仲間を守るためなのか、それとも何か気に触らなかったのか、よく分かりませんでしたが、ウィック投手は明らかに新井監督を煽っていました。あの新井監督がブチギレて向かっていくくらいなので相当だったんだと思います。ちなみにこの試合ウィック投手は投げておらず完全にベンチにいました。自分が投げて当てていたとかならまだ100歩譲ってわかるのですが、今回の件で一番関係のない選手です。一連の事態の中で彼の態度は正直適していないと思いますし、問題だったと思います。ウィック投手は以前三浦監督にも激怒されたことがありました。リリーフ登板した際に打者を抑えられず即座に交代を命じられたのですが、ウィック投手は不満たらたらでマウンドから降りようとしていませんでした。しかしその様子を三浦監督は怒鳴るように言葉を投げ、マウンドから降りるように指示。形は違いますが、現役時代から温厚であり怒らないで有名だった二人をウィック投手は短期間で激怒させているのです。内部事情についてはこちらでは分かりませんが、少なくともこれほど問題行動を起こすのならいろいろと問題ですし、今後もトラブルになりかねません。チームとしてももう少し指導も必要でしょう。このようにお互いに後味の悪い結末となったこの試合、イコンは残ったまま A クラス争いはまだまだ続きます。果たしてこの先事件なく終えることができるのか、両者の戦いに注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。